がって勝ちになる。この防御力をもっとつけないと。みんなは、いろんな攻撃技とかを、覚えて強くなるって思ってるかもしれないけど、やっぱり防御も大切だから、しっかりダッキングもそういう意味で練習していく。はい、はい、でまず基本的に手伸ばす、2人組で手伸ばして、この状態からまずくぐる、こっちに。これを30秒。簡単やな、これ。これまず簡単やな。でもこれやったらあかんで、小さい子首だけ動かすの。これあかんで。この状態で1、2、1、2、分かった？はい、で、やったらあかんの。これな、足動いてないの。しかも足動かす、動かす。下分かった？はい。前に入る。で、戻るんじゃなくて、後ろまで。ここまで。で、次、右。後ろ。ああ。後ろ。これを早く。で、やってしまうのは、こうやって。小さくやる。じゃなくて、ここまで。体を大きく。大きく。大きく。ゆっくりで。に対して、今、縦、くぐる、斜め。いろんな方向をダッキングしてやるの。どこでもいい。刻みに対してダッキングする。どっちでもいい。後ろ下がってもいいし、下がってもいい。後ろに足止めたまま、はい、前を横を、うん、どこでもいい。自分の好きな方に向ける。で、20秒。で、先生がラスト10秒って言ったら、こっちは早く、それに対して受ける。はい、終わった。はい、はい。近づいていく。構えて。動きながら。近づいてきたらダッキング。回る。ゆっくり。好きな方向に置ける。好きなダッキングの仕方でいい。回った。はい、はい。人数多いから当たらないようにしっかり周り見る。ここだけ見るんじゃなくて、しかし視野広げながら、周り見ながら、ぶつかったら罰ゲームな。次、両手。で、20秒だけ。先より時間少なくなったら、その分、早くする。今までやったら、ゆっくり避けて、ゆっくり避けて、ってやってたらな。これ次、両手使って早くする。これを20秒。まだ、はい、例えば試合、1分半、1分半攻撃戦と相手の攻撃に対して全部避けたらどうなる？避けれたらどうなる？引き分けやる。負けへんよ。わかる？これが、防御力のいいところ。全部避け切ったら負けへんよ、絶対。でも判定になったら負けてしまう。だからそれをしっかり使い分けて、守るときは守るとき、攻撃するときは攻撃するときで切り返して使っていく。で、例えば相手に刻みついてきた相手に中段抜きます。そしたら中段抜かれた方は、あ、もう次中段抜かれたくないなって思うやん。じゃあ次刻み簡単に出せへんよ。ダッキングも一緒。相手刻み来たときにダッキングしたら、あ、相手避けられたな、これじゃ入れへんな、相手に意識する。わかる？相手に嫌がらせできる、ダッキングで。わかった？はい。だからしっかりこれ練習して、防御力をもっと高める。わかった？はい、はい。